はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとあのすごいですね、なんですか、ぎゅうぎゅうしいっていうんですか、ずうずうしいじゃなくて、なんていうんですか、ちょっとね、大げさな装備で、まあ、シーバスする時の格好なんですけどね、これでナマズを釣ってみようと思って、ちょっとした用水路にナマズ釣りに来ております。大げさな格好なんですけどもね、使うタックがですね、なぜかスピニングです。こんな感じでスピニングに P ラインつけまして、リーダーが16ポンドぐらいの、それは適当なんですけど、でキャタピー使って、ベイトでね、やってる釣りを、まあ、たまたま強いスピニング持ってましたので、それでやってみたいというだけの釣りでございます。ちょっとね、頑張ってみようかと思います。どうなることやら。いた、よいしょ取れたかな、今の。で、テレコースに流すか。ドラに逃げた、そろそろ滑ったか。なんで食うんだべな。今また出てきたね。ここまで行っておいてさ、いいと思うんだけど。フックバーブレス、さすがにバレるな。まあいいや、面白かったこんな間近で釣れました。キャタピーターン、今日はフックノーマル、バーブレスにしかもしてある。なかなかきついね。気は決めたいよね。もう一頭ぐらいしておけば分かんないよね。来た、来た、なんちゅう、やっと出た。スピニングでナマズ、すっごいことになってる。変わってなかったですねすごいね、ライト&タフか。まさに。さあ、取り込めるんでしょうか。ちょっとドラグ強すぎる。一発目やばかったですね。さあ、あとはどうやって取り込むかはあんまり考えてないのでないんです、考えてないんです。ください。よいしょ。元気、まだまだ元気、まだまだ元気。7フィートのサボとかだとね、ちょっと取り込むのが大変ですね。ベイトだったら抜いちゃうんですけどね。結構いいサイズ。だって、だったら出すわ。はい。ああ、いいサイズ。
かなびっくりだからね。よいしょ。ああ、かからないでしょうか。かかったかな。やったー、ナマズ結構でかいな。よかったです。ライト&タッグですって。スピニングタックルでナマズさんが釣れました。写真だけ撮りますか。はい、では針を外してあげましょうか。誰か釣ったかな、去年の鳥。トレブルなんだけど、バーブレスっていうね、この相反する優しい要素でもって針がちょっと半端ですけど外れました。絡まりつかないときやればいいんですけどね。ということで、ナマズさん目が可愛い、ありがとうございます。よいしょ。来ましたね。よかったですね。